武田武氏は日本の教育者、元明治大学野球部長、明大学長、総長、札幌大学学長、日米大学野球選手権大会の創設など、学生野球の普及、発展に長年尽力した。広島県広島市出身、広島県出身、第四仏教中学卒業後、明治大学へ進学。 小夏の学生だった1920年、大学レガッタの惨敗などで、大学混乱の中、牛を明作くり、落ち締め基地と共に大学校歌として、著名な、白雲なびく駿河大制定に奔走。1923年卒業。1936年から、明大小学部教授。1941年明治、大学体育会ヨット部所大部長のほか、 公式定休部長についていたが、1952年から監督就任した教え子、島岡義郎に壊れ、島岡を支える公式野球部長となる。島岡の学生時代は、応援団長で野球とは、門外館のこの人事に、主力の新4年生の集団退部という事態を招くが、島岡を支え、翌1953年春、11年ぶりまた、 戦後初めての優勝を明治にもたらした。1958年学長就任後も野球への強い愛情から部長を続け、全日本大学野球選手権大会史上初の連続優勝ほか、明治黄金時代を築いた。同年から1964年まで、全日本大学野球連盟会長、東京オリンピック野球競技運営本部長。同年、 明大総長就任と同時に第四大日本学生野球協会会長となり、1983年まで20年の長きにわたって同職を務め学生野球の普及、発展に尽力した。また、早くから野球の国際化に理解を示し、1972年には長年の懸案であった日米大学野球選手権大会を実現させた。 高校野球の甲子園大会では、春夏合わせて40回、開会式で祝辞に立ったが、甲子園というべきところを、神宮球場と言ってしまったというエピソードがある。1964年から1968年まで、明治大学総長。他に、札幌大学設置にも、尽力、1968年から1970年、及び、 1979年から1986年まで札幌大学学長を務めた。札幌大学図書館には武田の残した蔵書を収めた武田文庫がある。1967年軍に当局日、茂光明受賞。1990年10月25日、94歳で死去。死後2001年、長年にわたる学生野球への貢献で。 野球殿堂入り、ありがとうございます。